どうもアガポニです。今回は4地方の異変調査後に行くことになる2回目のハイラル城についてです。このチャレンジではゼルダ姫が城内部の場所を何度も指定してくるんですが、その場所がなかなか分かりにくいので具体的なルートを踏まえて解説していこうと思います。それでは早速行きましょう。まずハイラル城自体ですが、マップで言うとここにあります。でこの城までの行き方としては、監視砦の眺望台からまっすぐ北に飛んでくるだけになってますね。もし頑張りゲージが足りない場合は頑張り薬を用意しておけば十分たどり着ける距離になってます。その上でこの城の右上にセルタボ町の祠があるので、ここを開放しているとここからスタートできるので楽になってます。一応この祠の攻略自体は加工動画で解説しているので、必要な場合は参考にしてもらえたらと思います。というわけでこの動画ではセルタボ町の祠をスタートとして解説していこうと思います。最初の指定場所は B1 になるので、まずはここまで移動します。祠から左奥の方に移動ですね。この奥の方までどんどん進んでいきます。でここで通れるループですね。ここは正面まで移動しまして、この城壁を登ります。で左ですね。そしたらここから奥の建物までパラセール移動しまして、この中に入っていくと最初の指定ポイントになってます。敵が複数出てくるのでこれを倒していくと、倒し終わったら一旦セルタボ町の祠までワープ移動ですね。次は B3 まで移動する必要があります。行き方はこっちに移動しまして、ここからパラセール移動していきます。でこの崖裏まで来ると穴が開いていて入れるので、ここから入ったところが指定ポイントになってます。ここもね、同じように敵が出てくるので倒していくと、ここはヒノックス黒が出てきますが、倒し方は目玉が弱点なので、目玉に通常の弓矢か爆弾に余裕があるようであればスクラビルドした状態で撃っていけばそんなに苦労せずに倒せるかと思います。まあ適当に逃げ回ってるだけでも賢者が倒してくれるレベルにはなってます。次はこの階段を登った先にある通路まで移動ですね。ここでまた敵が出てくるので倒していくんですが、ここで出てくるのはギブドなので、特攻効果のあるルージュのスキルを使っていくようにすると楽に倒すことができますね。倒したら階段を登っていって地上まで移動します。地上に出たら今度は B1 にあるゼルダの部屋まで移動する必要があります。方角はこっちですね。この場所には複数の敵がいますが、無視してダッシュで通過するで大丈夫です。でさらに奥まで進んでいくと、ここにもね敵がいますが相手にしなくて大丈夫です。でこの辺りまで来たらトレルーフを使って上に移動ですね。上に上がったらこっちの階段がある方に移動していきます。ここにいる敵は邪魔なので倒しておくと、
で、ここまで来たらまたトーレルーフを使って上ですね。この後はここから下の階に移動します。降りるとここが指定ポイントなので、また敵が複数出てくると、なのでこれを倒していきます。倒し終わったらここから外に出まして、パラセールを使って奥に見える塔の裏側まで移動します。この辺りから下に移動しまして、ここに降りると入り口があります。この中がね、指定ポイントになっているので、ここでも敵を倒していくと。で、ここで出てくる敵は意外と強いです。まともに戦うと返り討ちに遭う可能性があるので、難しいと感じた場合は目くらまし効果のある煙だけを使っていくと、敵がリンクを見失ってくれるので、この状態でなるべく背後を取りつつ正面に立たないように攻撃していくと楽に倒せるかと思います。この後の指定場所も階層としては同じ B3 なんですが、ここからは移動できないので一旦トーレルーフで上に上がります。で、この奥まで移動ですね。そしたらここから飛び降りまして、この下の方に移動していくと入れる場所があるので、ここから中に入っていくと。で、奥に進むとこの通路が指定場所になっているので、また出てきた敵を倒していきます。この敵は電撃攻撃をした後に弱点を口から出すので、それを一旦弓で撃ちますと。そうするとダウンが取れるので、そこを近接攻撃していくといった感じで倒すことができますね。倒し終わったらこの奥の場所でトーレルーフを使って上に上がります。あとはこの先にまっすぐ進んでいけば指定場所の本丸となります。で、ここまで来るとファントムガノン5体と同時に戦うボス戦になるので、十分準備をしてから挑むのがいいかと思います。おすすめ武器としては爆弾になるので、数が少ない場合は地底に行ってある程度の個数余裕を持って 4,50 個くらいの爆弾花を集めておくといいかと思いますね。詳しい倒し方は次回の動画で紹介していこうと思います。はい、この内容少しでも参考になると思っていただけましたら、高評価チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた。